そうなんです。そうなんです、課長。ああ、そうなんだ。ところで、俺がツイッターで、お尻を向けたチルチルに凛とした尻を描き足すっていう謎のテーマで募集したイラスト見ていこう。我ながらなんでこんなテーマ募集したんだろうね。その理解不能なお題を理解不能なまま、さらに理解不能にしたリスナーのイラストをちょっと見ていってもらいたい。まずはこれです。しんちゃんです。しんちゃんの魅力は何と言ってもお尻だったので、これはさほどおかしいとは思いません。むしろ可愛い方です。しかしこっちに関しては警察が来てます。これに関しては尻に目をつけるな。これに関しては目をつけただけじゃなく漏らすな。さらに匂わせるな。バイト中に見つかるな。尻よりも髪が目立ってどうする。勝手に輝くな。これかなりモザイクかけたんですけど、かなりひどかった。何がひどかったかというか、一番いいねが多く来てたのに、その内容というものが突起物が突起してた。これに関してはダメだ。女の子の格好にすることで、余計ね、ちょっと下品さというか失礼さがね、倍増するし、そもそもこんなものを見せたら、俺のアイデンティティが損なわれる。謎に背景だけ聖なるなんか高貴なるものにしてもダメっすよ。しかしおめでとう。こちら、チルチルアニメに採用決定決まりました。以上が今回の報告内容です。何かありますか？これ結構面白かったから、またやろう。ダメだ、この人。